ものすごいシンプルだこれ。どうも皆様こんばんは、セゴリとサンセでございます。さて、私ですね、 iMac の27インチを購入したんですけれども、編集しててね、前々からすごく気になってることがあって、編集してる時っていうのは実はね、同時に調べ物もしてるんですよ。この情報が正確なんだろうかとか、その都度ね画面を切り替えてたんですよ。そうするとね、意外と27インチって大きく感じてるんですけどね、編集画面いっぱいに使っちゃうとそれ以外に使い道がなくなってしまって結構不便なんですよ。これをどうにか解決しなきゃいけないなってずっと思っていたんですが、今日それをやろうと思い立ったので、これでやっていこうと思います。実はモニターをですね、僕は遥か前にずっと買っていたんで、それこちらです。デルの24インチモニター。これはですね、デルのモニターなんですよ。で、なんでデルのモニターを僕は持ってるかっていうと、実はですね、2年ぐらい前にタイタンが搭載された PC が発売されたの覚えてますかね。デルは2014年7月18日 4K 環境で 60fps を超える性能を簡単に発揮できるという GeForce GTX タイタン Z を搭載したエイリアンウェアオーロラタイタン Z を発売しました。この GeForce GTX タイタン Z というのはどういうものかっていうと、このビデオカード1枚単体でなんと30万するというとんでもない値段のビデオカードなんです。もちろん高性能ですが、それ相応の値段のため手に入れたくても手に入れられない、まさに倒したくても倒せない巨人といった印象です。そんなとんでもないビデオカードを積んだこの PC、 台数限定で価格はなんと299,799円。なぜかタイタンのビデオカードよりも安いという現象が起きました。これを複数購入し、ビデオカードだけ売るといった錬金術を行うものすら出てきたという伝説の PC であります。で、それをですね、購入一回したんですけど、結婚式があったりとか、なんかいろんなことで資金繰りがちょっと難しくなってしまって、結局使わずに返品したんですよね。モニターはもしかしたら使うかもしれないなと思って、モニターだけ購入しておいたっていうちょっと曰く付きのものなんですけど、いつか使うかもしれないなって思ってしばらく熟成していたんですよ。2年ぐらいは熟成してるからいい感じになってます。急速はバッチリといったところですけど、なので今回はこちらをですね、繋いでいきたいと思います。で、僕デュアルモニターってやったことないので、一応いろいろ調べたんですけど、そちらをね使ってちょっと繋いでいきたいと思います。いや、でもすごい楽しみ、新しい世界が広がりそうな気がします。ということで、じゃあ繋いでいくことにしようぜ。というわけで、この真っ白に包まれちゃってるのがですね、ディスプレイなわけですよ。長らく封印していたのでね、ちょっと上げていきましょうか、さらっと。わー、オープン。こんな感じです。で、これはですね、24インチ。で、モニタータイプとしてはワイドですね。で、ノンフレアっていう、いわゆる光沢がないタイプのものになってるんですよ。これ、解像度的には1920×1200 なので、HD 画質のちょっといいやつって感じですよね。僕の持ってる iMac の 5K に比べると画質は全然落ちます。だけど、これでですね、何か細かいものを見たいとか、そういうわけじゃなくて、あくまで調べ物をするときに、サファリとかさ、Google Chrome とか、そういうの立ち上げたいがために持ってるものなので、別にそんなに細かいこだわりってはないです。デルと Mac が融合しちゃうっていう感じだけどね。横はこんな感じ、USB ポートが2つついていて、裏面はこんな感じですね。ポートはいろいろあって、USB と、あと VGA 端子とか、DVID とかついてるんですけど、これね、HDMI はついてないタイプ。だからもう本当になんていうか、もっと安いやつなので、もう仕様としては本当こんなのもうさらっと見せる感じですけどね。で、これをまあ繋げていきたいなというふうに思ってるわけです。で、繋げようとしてるのはこれなんです。サンダーボルト2 DVID って書いてあるんですけど、iMac にはサンダーボルト端子が付いてるので、それとですね、この DVID をこことですね、繋いで、で、モニターを出力させようと。これが一番シンプルな方法になってるみたいなんですよね。じゃあ早速中開けていきます。お、いいよ、おう。もうすごいシンプルだこれ。真っ暗ボケーブルって書いてあるんですけど、このね、作りはかなり安っぽい感じだね。かなり安いやつなので、まああくまで出力できればいいかなと。本当にそれぐらいのレベルです。僕が考えてるのは。DVID 端子ってのはこういう風になってて、シングルとダブルがあるんだったかな。で、僕いろいろこのモニター調べたら、これで合ってるっていうことなんで、一応これにしました。これがですね、サンダーボルト側に繋がればいいということです。早速繋いでみましょうかね。ではまずですね、このですね、 DVID のメス側にこちらの端子をつなげます。バイーンと、これで OK。 ここなんです。ここのサンダーボルトケーブルにつなげばいいらしいんですよね。バイーンと、これで OK みたいです。え、もういいのかな。すげえ簡単すぎるんだけど、ちょっと再起動してみるかい。はい、というわけでセッティング完了しました。この右側にあるのがですね、前回お母さんに貼ってもらったですね、気泡だらけの iMac になってますけれども、そちらと今繋がってる状態ですね。ちょっと起動スイッチを押してみたいと思います。じゃあ行きましょう。スイッチオン。
はい、ちょっと手間取ったんですが、一回起動させてですね、サンダーボルトケーブルを接続したらですね、こういう風な画面が出てきました。ここでですね、システムの環境設定、ここにですね、ディスプレイっていうのがありまして、ここをクリックすると、こんな風にですね、ディスプレイの配置が出てきます。で、今ね、メインがこっち、こう赤く囲まれる、これがいわゆるメインのディスプレイですっていう意味みたいなんですよね。こっち側に映すわけですよ。今サブが左側にあるからね。そうすると、こういけるようになったということで、これでですね、僕のデュアルディスプレイ化は、とりあえず終了という形になるみたいですよ。最後ちゃったけど、いいのかな、あっさりできちゃったけど、まあ、こんな感じですね。ファイナルカットとか立ち上げてみましょうかね。こんな感じ、今ちょっとハードディスクも何も入れてないので、ちょっとプロジェクトが出てない状態ですけど、こんな感じで今ですね、 Google の画面も開いています。こんな風にですね、同時にいろんなものを検索することもできるようになったということですね。うん、これがやりたかったんです。この同時にこっちで調べながら、こっちでも編集ができるようにする、いいですね。もう非常にざっくりもうできちゃいましたけど、これで一応完成です。はい、というわけで今回は可能な限り安価に Mac をデュアルディスプレイ化してみたという動画でございました。非常にこんな感じでシンプルにサクッとできましたね。僕見た感じね、1920の1200のディスプレイですけど、僕自体そんな画質にこだわりはないので、全然気になるレベルではないですね。モニターもすごく安かったですし、僕的にはすごく満足しています。で、まだね、僕本当にデュアルディスプレイ初めてなんですよ。なので本当ににわか知識のままやったので、これがですね、しばらく使ってみて自分の中でどうなったかっていうのもですね、また皆さんに動画でお伝えしたいと思います。しかしこのモニターが2つ並ぶだけでも、なんかすごくできる男に見えるのは何なんだろうね。まあ、できる男ってかできるゴリラなんだけれども、こういう風に環境が変わっていくっていうのはすごく楽しいですね。いい感じでございます。というわけで今日の動画はこの辺で、この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでまた明日ね、じゃあ。